人のことは知らんけどな、はい、俺は命あるかじり相手を殺しまう。それだけ。違いましたね。田岡組長の場合は大勢の芸能人をはじめにしまして、右翼の大物と言われるような人物も参列していたんですけども、まあ、これは一つには組長個人の性格や格の違いも現れたように思いますね。なるほどね、うん、それとまあ何と言いましても4代目組長になってわずか7ヶ月でしたから組織固めが出来上がっていなかったことが、まあ、参列者の数に現れたとも考えられます、うん、ただまあ一説には弔い合戦で報復することが組長の霊を慰める唯一の方法だと言って葬儀に参列しなかった組員がかなりいたというような怖い説も。昭和38年4月広島県呉市で地元の暴力団から対立する山口組系の暴力団へ寝返った組員が射殺されるという事件が起きました。事件はたちまち広島市内に飛び火し地元の暴力団同士の抗争という形を取りながら神戸で対立していた山口組と本田会がそれぞれの系列の組を支援する広島代理戦争へと発展しました。そして9月には白昼広島市内の盛り場の真っ只中で組員2人が射殺されたのをはじめ6年にわたって血で血を洗う報復事件が繰り返されました。山口組は四国松山で対立する地元の本田会系の組を解散に追い込むなど西日本各地で系列の組を通してその勢力を伸ばし昭和39年には500団体、組員1万人余りを数える日本最大の暴力団となりました。そして昭和50年7月、大阪豊中市の喫茶店ジュテームで賭博をめぐるトラブルから山口組系の組員3人が対立する松田組系の組員に射殺されたのに端を発し、51年10月にはその報復として大阪成馬区で松田組系の大日本正義団の吉田義弘会長が山口組系の組員に射殺され、いわゆる大阪戦争が始まりました。昭和53年7月11日、京都市東山区のナイトクラブベラミで、
田岡組長が狙撃された上、市民2人も巻き添えで流れ弾を受け重傷を負うという事件が発生しました。撃たれた田岡組長は一命は取り留めたものの、狙撃犯人が大日本正義団の鳴海清と判明してから、山口組の組を挙げての報復は壮絶を極めました。8月、大阪住吉区の銭湯で松田組幹部射殺。9月、和歌山で松田組系組員2人射殺。警察では鳴海の行方を追及する一方で、各組事務所の徹底した捜索を実施し、ある事務所ではダイナマイトを積んだリモコン式の模型ヘリまで押収され、世間を驚かせました。しかし鳴海清はかくまっていた反山口組系の組員に殺され、神戸の六甲山中で腐乱死体となって発見されました。結局昭和50年から昭和53年までのこの大阪戦争では21回に及ぶ報復合戦が繰り広げられ、12人の死者を出し、山口組幹部による終結宣言で一方的に決着を見ることになりました。